めっちゃあの登録者数300万人とかやから。何それじゃこれをね、戦わないスタイルでいこう。これをここに乗っけちゃいますと、うん、おこのでもこのまま乗っけたらね、あの、うん、不可能なんで、うん、その苦労を語るか今日は。そうやな、乗っけれるようにした苦労はい、今日はじゃあ何回ですか。はい、今日はブラックマジック、ポケットシネマ 4K を、うん、ローニー S に乗っけて運用する方法と。ローニー S じゃあとりあえずこれを合体させていこうと思いますので、じゃあもうそのそっちに飛ぶためのちょっとフュージョン的なフュージョン掛け声を頼むわ。桜バックで、桜バックでは合体。トンネルを越えるとこういう撮り方をな、ブラックマジック、あのポケシネで撮りたいんだけどな。ロケーションがめっちゃ抜けがいい。おい、茶畑めっちゃ綺麗やんこれそこじゃない、あ、これじゃないか緑のやつ撮って、ほれほれほれ、ちょっと目も出てきだしたかなって感じやね。ほれ、茶畑ですよ、茶畑。南山城村は宇治茶の主産地でございますんで、30% ぐらい作ってるんちゃうかったかな。 30% やったっけ。 30% わずかが4割、宇治茶の 30% やな。宇治茶の 30% うん。で、今日は企画は今からやりますとりあえず冒頭だけ先とりあえず冒頭だけ先と。両サイドこれ知り合いやね。これ両サイド知り合いやな。原茶とはですね、抹茶の元になるお茶っぱですね。抹茶の元になるお茶っぱね。ちょっと知り合いがやっております。豊かくんかなあれ。こういうところはい、では合体と言いながらあのバラして組むというのを今からやっていきたいと思います。では 4K ね、普段はこの状態で作ってます。見えるかな。で これ全部ね、あのワンタッチで全部外せるようになってるんで、まあローニエスに乗っけるにはペイロードで言うと確か3キロぐらいしかないんですよ、この子。え、そんな少なかったよ。そうそう、意外と少ない。おお。だから乗せるためにはこのままでは絶対乗らないんで、バランスはまず取れないからね。これを取っていかないといけないんで、まあこれをワンタッチで外せるようになっているので、まずズボッと外します。で、この、モニターがね、この上のモニターもいらないんで、まあ、言ったように、こう、外せるハンドルか。ハンドルで。これは。前の動画見てもらったら分かるか。そうやね。これの2個前ぐらい。1個前も、あの、ちょいちょいなんかやる。あ、なるほど。見てもらったら分かります。こんな感じでワンタッチで外れるんでね。で、この電源自体は、これこのまま使います。これをね、あの、ポーチに入れて、ルンルンするわけなんですよ。V マウントバッテリーな。ちょっとポーチ取っていこうか。はい。ちょっとポーチ取ってきて。はい。いいとも、いいとも。ポスターから、ポーチそう長い。この下。で、この V マウントバッテリーね、これ外すと、D タップが1個と、USB が充電できるようになってるんで、まあ、ポーチの中にこれ1個入れとけば、これと、まあ、後で言いますけど、このフォローフォーカスね、に対する給電ができますよという感じになってます。でな、そのティルタは一応電池で動くんですけど、ね、あの、驚きのね、
炭酸やと思った炭酸じゃなかった事件ね。1450っていう型番やった、ね、うんうん、充電器ついてたわ、謎の。あ、ついてた。そう、なんかね、こういうふうにこうガチャッと上下で磁石でこうパチって電池を挟む充電器がついてるんですよ。パチって謎の。それを使えと。そう、充電したけど充電したから、だから一応別になくてもいけるんですよ。なくてもいけるけど、現場で途中で切れたかなんから。いや、そうなんですよね。そうそう、もう前日に炭酸電池やと思って油断してたら前日に気づくっていうね。炭酸電池あれ使えへんやんこれってなってね。ヨドバシ駆け込んだら全然違う。確かに、ちょっとだけ大きかった。ちょっとだけ、あれ18になんて書いてある。そうそうそう、ちょっと型番間違えた。じゃあ、この状態でもう乗るんですよ。で、これあれね、ポロフォーカスの受信機 ね。だから、受信機は何個あってもいいねんな、これは。あ、そうやね。そう、何個までやったっけ。6個7個ぐらい、確か6チャンネルぐらいあったはず。6チャンネルぐらいあるねんな、うん、だからホイール1個でこれで増やして使えるんですよ。便利ですよ。だから僕らの構成で言うと、まあ 6K を次使いたいなってなると、うん、6K のためにこれを買えばいい。そう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 、そういうことだよね。で、こっちは、USB 充電、これはね USB 給電やね。給電しながら？そうそう、給電しながらやる感じになっております。普段給電してたっけ、それ？これ普段給電してる。それの給電をどうするかっていうのが、このローニエスから、そうかそうかそうか、電池を取るっていう。ごめん、先走っちゃいました。感じになってます。じゃあ、実際に組んでいこうと思います。これ関係ないね。それ関係ないです、うん。で、一応ね、これね、もう。この食材は？この食材はもう大丈夫です。はい。なんでここから使うのはこの子だけ、これと V バッテリーだけ、この2つだけ。桜の邪魔してる。でですね、これを真ん中に持ってきましてですね、お、ハンドルがついてるじゃないですか。お、これね、これを乗っけるにあたってこのバランスを取るという戦いがあったわけなんですよ。そうやな。でこいつ自身が重たくて、しかもこのケージがついてるからな、重たいと。そうなんで、こっちにね、これ分かるかな、左に物が集まってるんですよね。そう、僕から向いて左、こっちはね、こっちに物が集まってるんで、浪人の純正のパワーやと、もうこの状態で帰ってこないんですよね。でしかもここに僕ら怠惰なんで、このすぐこう全部こう同じリリースプレートでシャカ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 したいから。そうなんですよ、ね、ここやっぱどうしてもここも重くなっちゃうな、ここね、下、そうそう、下も重たくなる。だから浪人のプレートにもこれもう一個ついてるんですよね。そう、こういう感じでついてるから、やっぱどうしてもこう比重がね、こっちに寄っちゃうんですよ。でそもそもあれやもんね、浪人にこれ乗っけるためにもうちょっと一個こっちにマウントしてもらうもんね。そう、だから干渉するからね、本体が横に長いから。そうそう、このブラマジの本体横長いから。だからね、純正値だとこの辺なんですよ。そう、だから当たるんですよ。だから、このプレートね、サードパーティー製のプレートで横にずらしてマウントさせてる上に、こういうのいっぱいつけてるから。バランスも大変やったね。じゃあ一応、もうね、バランスある程度取ってるんで、一応これで組んでいこうと思います。早送り。しますね。シンギング。早く、シンギングタイムやから。早くしな、早く。トゥルッテ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 。で、まぁ、ちょっと軽くバランスだけ取っていきます。今もう、ほぼほぼ、大体でいいじゃん。あ、オートチューンする？オートチューンする。ケータもどこが？あ、そうや。うん。浪人はね、ちゃんと、オートチューンしてくださいね。はい。え、携帯どこ行った？あ、携帯をポケットに入ってたわ。ポケットに入ってたらしい。で、電源を V バッテリーから。じゃあ、しばし私の漫談を。あ、もう大丈夫？もうあと USB 接続するだけ。OK。あ、うん、大丈夫。まだね、村はね、桜が咲いてるところが少なくて、この間言ってた桜並木とかね、
もうこれ本当はもっともうちょっとねバランスちゃんと取ってくださいね、使うときはね。今日はまあザルクやってるけど、ザルクやってますけど、本当はまあこれでこうしたときに斜めとかしたときにも完全に止まるように、でないとバッテリー早く減っちゃうで、あとね微妙にガタつくときあるから気づいて、うーんってね、そうそう、このモニターで見てる分には気づかへん。そうで、いざ出来上がってるの見たら、うわいうわいってなるから、それも気をつけてほしい。うん。切に願う。切に願う。はい、これでほぼほぼ。でもバッテリーも結構バランスもいい感じや。バランスええな。なんでそれバランス、どうしてそれはバランスちゃんと取れてるんですか？これね、普通に吊るしの状態だと絶対バランス取れないんで、今ね、ちょっと見た目不格好なんですけど、ここに、ここ、これですね。これ。これスーパーなまり組んでます。これ重さで言うとペットボトル1本分ぐらいついてんちゃうかなっていうぐらいなまりついてますね。それ、余ってないか。もう、使い切っちゃった。これ。このなまりのね。本来はこのカウンターウェイトとかでもいいんやけど、まあちょっととりあえず前回の撮影の時に急遽いるってなったんで。でこの装備やったら、カウンターウェイト足らんくない？あれ。カウンターウェイトあれ何グラムあるんだよね、あれ。多分足らんやろ。こんなに、こんなにか。これはやばかったね。これはやばいな。いや、これ、だってさ。見えてんのこれ。見えてるこれ。あ、見えてる見えてる。これ。見えてる見えてる。これだってまあ、撮影の前日にね、うん、これちょっとバランスもうちょっとしっかり取らなあかんなってなったんですよね。インサート取ったろうか。これです。ピンが来ない。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。これね、これぐらい、これぐらい。これぐらい積んでます。これ全部鉛なんです。この黒いのね。そうそう、で、最初なんていうか、荷物用のやつで止めてたんですけど、まあちょっと安定性悪かったんで、もうビニールテープでぐるぐる巻きにしてあります。撮影の裏側映ってた。あっち映っちゃった。で、まあまあ、これによって、一応、4K でも、多分、6K も乗ると思うんですよ。この重量あったら。6K 乗るな。うん、と思うんで。横幅は 6K も変わんないんで。まあ、それで、やったところ、その前日の夜ですよね。夜にやったところ、うん、グリップがないと重たすぎて持てないっていう状態が発生しました。なぜですか？鉛を巻いたから。じゃあ、ちょっと電源を入れていきます。でそのこっちのマネジメントも説明したんだけど、この子たちはね、今現状ね、こんな感じで2系統の出力をしてて、インサート取ります。遠いので。で、この D タップっていうところのこれが、うん、6K の出力ですね、電源の。はいはいはい。でこの USB、うん、いうのが、こいつですね。このティルタのフォローフォーカスね。はい、ティルタのフォローフォーカスの、出力になっております。これ USB でも給電できるんで。はい。で、いちいちね、電池でやってると、うん、なくなった時に困るんで、もう USB、これをどっちみちポーチに入れてるんでね。そうやね。ポーチに入れてるんで、もうこっちから取っちゃえばいいじゃないっていう感じになってます。なんで、オペレーターは、これを、こんな感じで、ポケットに入れて、うん、こいつをこう持ってる感じね。前回の動画でも説明してんけど、はい、なぜ長いまんま、ああ、なるほど、あの件ね。置いてるか、みたいな。このためです。このためです。そう。前回の動画見てもらったらわかります。ごめんなさい、どこ行かれるんですか？バランスチューンをしようと思って、バランステストになっちゃった。あ、バランス。しばしご歓談をします。こんな感じでね、普通に使えますよ。こうやって。これなんかあれじゃない？こう昔のさ、昔じゃなくてスターウォーズ系のさ、SF 系のなんていうの？鉄砲みたいな。この辺にあれ、相手の骨が見えてるんだよ、ね。そう。フォートチューン。ピョン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 。はい。今プルプルしてるの見えてるかな、これ。うん、プルってんじゃん。
で、これで今オートチューンを今 45% 割らしてます。 6K やから確定できるし。あ、なるほど。で、このオートチューンをしっかりしとかないと、なんかバランス悪くなったりするのかな。で、チューンでなるな。うん、チューンで。で、これでオートチューンが終わったんで、使えるようになりましたよということで。まあ、この電源昨日のさ、昨日じゃなくて前回の動画見てさ、ほいほい、自分のもみあげ変やなと思って。髪の毛切りに行かなかった。で、こんな感じで使えるわけなんですけど、まあ、このグリップがないと、そうやな、横向きでお店、まあ、まあこういう状態で、普段はこれあれポーチにこうやって下げれるようなポーチにその V マウントバッテリー入れてこういうふうに持ってるって感じね。で動かせます。で、結局やっぱ 4K をこれ乗っける方がいいよね。もう方がいいよね、軽いし。で 6K はもう持ち、もうマジでいい手ブレ補正のついてるレンズを持って手で持つときはやるって感じね、うんうん。で、最初はこう持ってたんですよ。こう持ってたんですけど、もう手プルプルしてる。手がね、これプルプルしてて持てなくなるんですよ、ね。これね、地味に、これちっちゃい画面で確認するときはいいけど、地味にこうでかい画面で確認するときは、そのプルプル入ってっから。マジで。でね、なんていうんですか、このもう一個ハンドルが欲しいなっていうときに、この、まあ、これ純正品なんですよ。DJI のね。DJI の純正品なんですけど、多分ね、この辺にテロップ出てると思うんですけど。嘘。ね。テロップ入れてください。テロップ凝ったやつもやめようかな、これ。シャッてが。シャッでいいと思う。シャッ、ふわー。で、ここでこうやって持てることによって、この人間って、こう持つより、こう持つ方がパワーあるんですよね。まあ、あるね。で、こっちの方が Z 軸の揺れ、縦揺れ、うんうん、抑制できるよね、この角度の方が。そうやね。という意味で俺はね、あとここ広げるかな、体当たるとき、ここやって。これ、規制されるんじゃん。え、規制されるんじゃん。そういうこと。なんかエイリアン的な。ああ、うん。うん。まあでもこんな感じで、お腹に当てて、こいつで手前に、こう体に。うつっと。あ、そっちやで。そっち向きやね。ここやね。うん。こんな感じで、体にこう当てながら、こう振る感じですね。へぇー。で、これをすることによって、結構なんていうんですかね、この横に振るとかが非常にやりやすくなったですね。だからこのハンドル結構おすすめです。これ。じゃあ、桜の映像行く？行っちゃいます？じゃあ、今からインサート。ドン。ドン。はい、はい、どうでしたか。で、まあこれで今撮ってみたんですけど、 4K のブラックマジックローでね、はい、撮ってみました。で、まあちょっと走ってみたりもしましたけど、走ったな、なかなか息切れて大変。まあちょっと 0.5 秒ぐらい。で、まあまあ今から撮るけどね、このフォローフォーカスとかね、もうちょっと使い方見てもらったかも思いますけども、鳥のさえずりすごない、すごい。あと Wi-Fi めっちゃ飛んでる。あ、Wi-Fi 飛んでる。めっちゃ見える Wi-Fi とかマジ勘弁してる。ほんまに。で、この電源からね、このフィルタのフォローフォーカスに電源取ってるんですけどね。今これ回ってるの見えてるのかな。回ってるの見えてる。インサート行く？インサート行く？インちょっとかっこよく英語風に。インサート。インサート。こんな感じで。これを回すと、これを回すと、これを回すと、上がこう回ります。どこ行った？こっちこっちこっち。あ、あ、音だ。
これがこう回るんですよね。で、基本的には、基本的には遅延もほぼほぼなく回ります。うん、気になるレベルでは全くないよね。そうやね。これ気になるようやったら、頑張ってください。うん。生きるのを頑張った方がいい。うん。多分相当生きるの辛いやろうから。で、この子がついたことによって、こいつのオリンパスのレンズでいうところのフルマニュアルモードで使えるようになったんで、うん、あとはね、この子でちゃんとセットアップをしてあげると、これでも十分使えるようになりますね。セットアップってこれね、フォーカスリングって、こう、無限と手前でカチカチってなるところがあるじゃないですか。うん、それを、要は、この子に認識をさせてあげないと。だからその、フォーカスの無限側と、そうじゃない側を認識させて、ここを固定するんやんな。そうそうそう。カチカチで止まるようなんでな。このこいつを全開に回した一番端がこの子の端になるっていう設定をちゃんとしてあげないと、ね、この子は、どのパターンのあれやんな。だから無限、その、止まるやつじゃないとあかんやね。そうそう、止まるやつじゃないと使えへんねんけどね。そのフォーカスリングがカチッと最後までいったら止まるやつじゃないと、無限はできへんな。無限のやつは、あれをちゃんと、この、設定するやり方はあるんですよ。なるんですけど、一応できるのはできる。できるのはできる。まあ、だから要するに、その、フォーカスの端と端を認識させて、はい、ここがカチッと止まるように。できます。で、まあ、これを使うことによって、まあ、さっき、インサートを見てもらったような感じで、こう、フレキシブルにピンをコントロールしながら、この画質でできるようになると。で、しかも、こいつは無線なんで、プルってるけどめっちゃ大丈夫。ちょっとバランス悪いみたいね、さすがに、うん。で、まあまあまあ、これがね、取れるんですよね。これは取れるから。これ、それこそ、電池でね、やってたらもう完全に、うん、渡せますからね。で、フォーカサーっていうのね、フォーカスだけ担当する人とか、この無線で映像だけ飛ばして、で、それ見ながらやる人とかね、で持つ人と分けて使うこともできる。これをね、6K のハンドルにつけたい。まあでもこれはね、もうちょっとだったらでもいいけど、うん、余裕できたら買いましょう。うん、6K 用に。うん、で、6Kもね、こう、回すようにして。やっぱ、こうよりもこうですよ。うん。わかりやすいし、奥と手前みたいな。実際、こう、いるかどうか、もうちょっとね。実際俺、こっちの方が慣れてるからさ。まあ、なるほどね。まあ、保持したとこ、まあ、ここでも、もうちょっと設定詰めようと思うんですけど、こう、要は、こういうハンドルも出せるんですよね。そうやね。この横のハンドルの時にこうできるから、うん。まあ、それももうちょっと設定詰めていこうかなと。これ、ここが当たるからつけへんかったんだっけ？そう。ああ、なるほどな。なんで、これの設定をちょっと詰めな。そうやな。うん。まあ、この横のステップ、ね。逆につけていけるな。うん。それで、今これ逆についてるんだ。ああ、なるほどな。そう。正しくつけたい、ね。正しくなるほど。正しくつける方向でちょっとね、調整していきたいと思います。うん、はい。で、まあまあ、まあ、使い方としては、こんな感じなんですけど、まあ、こういう感じの重りをつけて、うん。やれば、6K でも 4K でも乗りますと。そうやね。はい。いうところを、皆さんも試してみてください。試してください。はい。で、一回それ、戻さんでいいかも。戻し方なんか、戻しなんかも別にな。うん。いらん。それにくっつけるだけやもん。これにくっつけるだけやもん。これにくっつけて、これがつくだけやから。もうめっちゃんこ早く戻りますからね。うん、この手持ちモードにするのも早くて、うん、浪人に乗っけるのも早いと。それがこのセッティングの売りでございます。はい。はい。また、これの乗っけ方について、こう、もうちょっと細かく教えてほしいみたいなことがあればコメントください。はい。では、こんな感じでよろしいでしょうか？いいんじゃないですか？はい。では、また次の動画で。今、頑張ってセッティングしております。寝坊しちゃっていい？桜がすごい。
なんか繰り返しになりますけど、この裏知り合いの茶農家さんの茶畑ね、宇治茶、ちょっと日がねちょっと落ちてきた。バルタムが頑張っております。こけそうや。